喋りが君らしくない、君の心に誰かさんがいつも住んでいたのでしょう。今まで君との出来事がとても色あせてしまうじゃないか。今初めて知ったけど、そんな想い出を隠していたなんて、話すこともなくなった。喧嘩することも今はない。
サリビなんかふとやってみたら